はい、始まりました、ゆうご .tv でございます。今日は恐竜バージョンで、それでは本日も人生に役立つ情報を読み上げていきたいと思います。人生丸ごと青春時代に変える方法、こちらのカテゴリーから本日のお題は子ども向けの本で人生の軸を再確認、こちらを読んでいきます。私は子ども向けの本が大好きです。童話、おとぎ話などです。いまだに子ども向けの話をよく読んでいます。大人になって分かったことですが、子ども向けの本の内容が濃いのです。分かりやすい表現の中に大切なことが書かれています。哲学を分かりやすく短く書かれているために、子ども向けの本の方が良い勉強になることがしばしばあるのです。子ども向けの本は人生の軸を再確認する良いきっかけを与えてくれます。復習といったところです。桃太郎、下切りキズメ下切りスズメ、一寸帽子、太陽と北風、人魚姫、サルカニ合戦、赤毛のアン、こうした物語の言いたいことは何でしょうか。人のために生きることが自分のためにもなる、嘘をつけば自分に跳ね返る、などです。簡単な物語の中に人としての正しい生き方に関する哲学が詰まっています。大人になって読み返すと、子供の頃にこれほど価値のある物語を読んでいたのかと驚きます。子供の頃は気づかなかったことも大人になるにつれて分かってくるようになるのです。今日の格言、子供の頃に読んだ本を読み返してみる。なるへそね。確かにね、本もそうだし、あれ、日本昔話とか大人になって見返すと、ああ結構深いなーっていう物語あったり、なんかそういう道徳心を学べる、うん、そう、子供向けだと思ってバカにしたらね、ダメなんですよね。漫画本とかそういうのでもためになる言葉も得られるし、子供向けのなんか歴史のなんかよく参考書とかそういう宿題とかに出てくるようなやつとか本屋にあるけど、そういうのもやっぱり分かりやすいですよね。全部あれ金振ってあったりとか、うん、読みやすい。ということで今日のお題はこの辺です。なるほど、人のために生きることが自分のためにもなる、嘘をつけば自分に跳ね返る、など、なるほど、生きていくに大切。はい、ということで本日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた、ドローン。